ではスプレーコールいきます。秘密保護法憲法違反、秘密保護法今すぐ廃止、知る権利を侵害するな。日本共産党の藤野康文衆議院が駆けつけてくださいました。ご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。雨の中こうして声を上げていらっしゃる皆さんに心からの敬意と連帯のご挨拶をさせていただきます。今お話ありましたけれども、憲法審査会の動き、これ本当に皆さんが3000万少年をはじめとし、こうやって雨が降っている時でも風が吹いている時でも、今の安倍政権の下での憲法改悪はダメだ、こういう声を上げ続けていただいた、このことが今回の動きにつながったと思います。とうとう安倍政権は、まあ、まだ10日で諦めてはいませんが、今国会での自民党案の提示、これに今待ったをかけようとしております。これ今回もし許していたら、戦後初めて国会で、まあかっこつきですけども、改憲案がこう話をされるという事態になったかもしれなかった。大変重大な事態だったと思います。これを食い止めたという意義は大変大きなものがあると思います。私この憲法に限らないんですが、安倍政権というのは本当にもう国会を、そして国民を愚弄しきっている、このように感じております。国民の世論調査見ても、今憲法やってほしいなんていう、こういう声ほとんどないですよね。暮らしの問題、教育の問題、社会保障の問題、こういうことやってほしいという声ほとんどです。こういう声を無視して安倍総理のやりたいことを押し付けていく、水道法の問題でも一部の水道メジャーといわれる大手企業の声ばっかり要求して、全く国民から要望が出てないのに国会に押し付けてくる、漁業法の問題でもそうです。そして入管法の問題、大体入管法の問題って言いますけれども、あの外国人の受け入れの問題を入管法という狭い世界で法務省が前面に立ってやること自体が、皆さんおかしいんじゃないでしょうか。働く人だって言うんであれば、厚生労働省が中心にならなきゃいけない。子どもたちの教育の問題もあるんです。これ全て脇に置いて、自治体に押し付けて、入管法で、あなたには在留資格があります。あなたの在留資格なくなりました。こういう仕事ばっかりやってきた法務省にやらせようとしている。しかもまともな審議もやらない。皆さん、入管法、私も法務委員会で担当してるんですが、なんと総理の外遊日程に合わせて、衆議院の日程が決められた。こんなふざけた話はないと思うんです。同時に感じますのは、国民世論にも反してますし、立法事実もないことばっかりやってますから、全く議論ができないんです。省庁から、省庁の中でも揉んでない、法務省の中でさえ議論してないんです。ましてや厚労省とか文科省とのすり合わせなんて全くやってない。これ入管法であるから、水道法でも漁業法でもそうです。規制改革会議とか財界とか、そういう人たちから言われて、オウム返しにそれを国会でやろうとしている。役人だってまともに議論してないんですから、我々野党の質問に答えられるはずがない。だから質疑時間を削って削って力で押し通すしかないんです。彼らも最後それしかない。自分たちで法案出しておいて、そういう審議しかできない、やり方しかできないところに彼らの弱さが、私は如実に現れていると思っています。こうやって皆さん方が声を上げていただいている、その皆さんとしっかり力を合わせて、昨日私、大阪さんと、大阪さんが責任者を立憲の中でやられている原発での基本法案、こういう大事な法案は議論しないんですよ。こういう大事な法案は議論せずに、本当に国民世論にも立法事実もないものばっかりやろうとしている。こういう政権はもう退陣させるしかない。私たちも皆さんと、そして野党としっかり連携して全力で戦い抜く、このことを申し上げまして、連帯のご挨拶いたします。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。